あれ前にね、ちょっと娘、5歳と半年ぐらいですね。で、最後の卵を産んだのは2週間ぐらい前に1個産んで、まあ、発情のサインとかはすごいあって。あ、でもその後は産んでないのかな。で、この子って、例えば、ここ巣玉が1個ですよね。そうですね。去年はなんか、ものすごい産んだった時があって、はいはいはい、もう結構頻繁に、で体力なくなるから危ないよみたいなのを、読んで、ですごい気をつけてはいたんですけど、でもこれ気をつけようがないんですよね。気をつけようがないんですよね。もうなんかどうしようもなくて。あの1羽で飼ってらっしゃるんですよね。もう一匹オスのオカメがあ、同じカゴにいるんですか。全然遠くに話してるんですけど、じゃあ無声なんですよね。はい、はい、声が聞こえて。中田さん、カゴはご飯はじゃあちょっと巻いておいて、で、オカメちゃんって喋るんですか。オカメちゃんは男の子で、すごい大きい声でピーピー鳴くんですよ、うん、聞こえるかな、なんか好きになってるみたいな感じで、喋るわけじゃなくて泣くんだよね。はい、呼び泣きね。はい、わかりました。じゃあ一回ちょっと診察してきます。食欲元気はある、便がでも大きい、はい、大きくなるんですよね、卵は、うん、これはどうか、はい、手乗りですよね。ちょっと噛むかもしれない。じゃあ食うじゃん、さっと新鮮。あ、じゃあカバンをちょっとご飯食べてるね。餌が 40% ぐらい入ってますね。そうですね。うん、かわいい。お腹膨らんでるだけじゃないか、これ。あのね、ここ一回触ってみてください。餌が入ってるわ。わかります、はい、ここに 40% ぐらい、はい、ここに骨があって筋肉触ってみてください、うん、真ん中のまた骨触って両サイド触ってください、うんうん、ちょっと筋肉少ない、うん、でこう骨をずっと下に置いていくと、うん、骨がないとこあります。あー、はい、ね、はい、柔らかいでしょ。柔らかい。卵を置いてるわけで、卵筋ですよ。なんだろう、なんか奥の方にあるんかな。ちょっとまだ下まで置いてきてない。あ、なんか、まあ、手触るとちょっとあるかもしれないな、この場合。ちょっと、ここから上の方に触る。なんだっけ、あるかもしれない。なんだっけ、卵からちょっと触れるように。そんな感じ。でもまだ下まで置いてきてないね。でも大きなうちが出るようになったのは、もう3週間。あ、ずっとなのね。ずっと。あった、危ない。びっくりした。出てきちゃう。食べちゃうんだね。ごめんね。体調からして。びっくりだね。いるるるって。三十八。いるるるってびっくりね。うんとね、ちょっとお話ししたいんで、はい、お話ししてる間ちょっと暖かい部屋に入れさせてもらって、はい、酸素を流すんだ。はい。じゃあちょっとこう止めて。